い、それではですね、今回の動画ではショートカットキーを使って Excel で連続したセルを選択する方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。で、まあ、どういったことかと言いますと、まあ、例えば今こういう、ね、まあ、大きな表、まあ、この表を全部選択したいといったときに、まあ、もちろんマウスの操作でこうドラッグで選択してもいいんですけども、やはりこう画面が、ね、大きいとですね、まあ途中でこう止まってしまったりだとかっていうのをすると思いますんで、まあ、こういったときに、ね、ショートカットキーを使うと確実にですね、このセルを選択することができますんで、早速、ね、そのやり方をやってみたいというふうに思います。いや、それでは、ね、今回はこの表、まあ、こちらをね、すべて一度に選択したいと思います。で、まずは一番左上のところですね、表の左上のところを選択をしておいて、で、まあ、マウスでね、こうスクロールをしてもらって、一番右下ですね、ここのセルを選択をするときにキーボードのシフトキーを押しながらクリックをします。はい、そうするとこういった形でこの左上のところから一番右下のところまでがしっかり選択されましたということですね。はい、まあ、こういった形でですね、こういう非常に大きな表を選択したいよといったときは、マウスの、ね、操作でやるんではなくて、まあ、シフトキープラスクリックということで選択してもらえると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。